ス、春といえば。もちろん、強しがりとキャンプですよ。以前の春は潮干狩りでしたが、あれは春イベントに水着を出せと言われた。ブランダーは苦し紛れに考えたもの。今は海の苦しみの歴史なのです。それを思い出させるのは鬼畜の所業ですよ。どんな愛情を打ち分けられましても、とにかくやり直しです。春といえば、お花見とか。ピンポーン、正解です。本当にそんな正方法でいいの？花見はストレートも必要です。わーい、お花見楽しいな、嬉しいな。人員も揃えました。まずはプレーテル、さらにシンデレラ、そしてハーメルンです。すごい、最初からこんなんしか予想できない。お花見なんておかしくなったもんたちですよ。じゃあこの3人には早速予想を。誰が来たようですか？これはなるほど、飛び込み参加も大歓迎です。ゲストを迎えて楽しくやりましょう。そうですね、とても楽しくなりそうです。とてもね。